第一朗読知恵の塩。国を治める者たちよ、義を愛せよ。善良な心で主を思い、素直な心で主を求めよ。主を試すことをしない人は主を見出し、不信を抱かない人に主はご自身を示される。横島な考えは人を神から遠ざけ、主の力は試そうとする愚か者の罪深さを暴く。知恵は悪を行う魂には入らず、罪の虜になっている体には住み着かない。人を教え導く聖なる霊は偽りを避け、愚かな考えからは遠ざかり、不正に出会えばそれを嫌う。知恵は人間を慈しむ霊である。しかし神を汚す者を許さない。神は人の思いを知り、心を正しく見抜き、人の言葉をすべて聞いておられる。主の霊は全地に満ち、すべてを司り、あらゆる言葉を知っておられる。神の言葉。ルカによる福音。その時、イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だが、それをもたらすものは不幸である。そのようなものは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて、海に投げ込まれてしまう方がましである。
あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に七回あなたに対して罪を犯しても七回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。使徒たちが私どもの信仰を増してくださいと言った時、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。キリストに賛美。